Congratulations.女性憧れの舞台、結婚式。新郎新婦の思い通りの式を作り上げるのがウェディングプランナー。日本ではおよそ10年前に誕生しましたが、今や女性にとって憧れの職業です。ある企業では年間1万人近くもの応募があり、採用されるのはたった数十人です。そのため競争が厳しく、この職に就けるのはほんの一握り。本当に優秀なプランナーと言われる人っていうのは、本当にギブアンドギブ、アンドギブと、なかなかそういう人っていうのはいないんですよね。やはり見返りをやっぱ求める人っていうのはすごく多くて、そういう意味で無償の、奉仕の精神ですよね。そういうものを持ち合わせているというのが、この本当の意味でのプランナー。日本のウェディングの常識を覆し、この業界を牽引してきたノバレーゼ。最終面接者である社長にインタビューを行い、トップウェディングプランナーに密着しました。この仕事ができて幸せだなって思う瞬間がたくさんあるので、ハマるとハマっちゃうみたいな。本当の意味でのウェディングプランナーとは何か、なるには何が必要なのか、これを見ればあなた自身の答えが見つけられます。